はい、あ、撮りました、はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、というわけで、今日は明日4吉祥寺猫ワンマンっていうワンマンってないです。ワンマンだってできないです。そこに、村上ロキ君が駆けつけて参加と、ちょっと、はい、ちょっと面白い経験になってドライブ中の僕が見けて参加したので俺遊びに来ただけなのに参加させていただいて本当に、しかもなんか結構いいライブをやった気が自分ではしてる。どうもありがとうございました、お二人。ブッキングで呼ばれた人はお金払うんですけど、ロキ君は今日はただでライブ、ただでライブ2ステージやってますんで、まあ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 、でもこれがね、即興の人たちの良いところというか、ボーカルはいいよね、なんかパッと柔軟性あるよね、体一つでできる強いなって。あ、そうそうそう、確かに確かに、うん、そうやね、ある意味ドラマーさんとかもそう、ね、そう、ドラムをね、だからね、スティックを何気にこう入れといてね、あの、参加できるよみたいな、機材になった参加できる、そうそう、強いなって、やってるのがね、それを支えるやな、あ、屋台が来ましたね、ヤジカさん。アスフォールグラインドマザーの、ね、新メンバー、新メンバーであり、リーダーであり、音響のね、音響です。新メンバーって結構もう長いですね。長いね。半年ぐらいやってね。まあ、いや、半年ぐらい。だから今年になって入っていただいて。ああ、そうだっていう形で、まあね、え、そんな期間あったの？あった。お試し期間あったんだ。お試し期間はない。もう入ってみたいな。でもね、年末にちょっと試しにやってみましょうか、うん、はい、来月が再来月にそれね、ソロデビューあるソロデビューね、いよいよ、いよいよ試されるテーブルノイズのね、シーンを確かめられるうちのね、誰かが、ね、でも昨日もね、あのあそこがアーズだもん、言われてるホワイトハウスぐらいでいいよとか、ホワイトハウスぐらいってどういうことだよ。ぐらい、まあまあよ、ホワイトハウス。あのハウスはちょっと別格やから、ぐらいなレベルじゃないやね。なんか上から目線で言うからね。そうそうそう、あの、うん、だからなんかあのやたら言われるね、ホワイトハウスね、あの遊ぶぐらいのまずね、うんうん、なんとも言いようがないから、いわゆるこのままのハウスだから、そうそう、ハウスとも違うと、リズムが入ってくるとまた変わってくるし、うんうんうん、またあの新境地で、あの準メンバーさんとして、あの、はい、いろんなところで活躍されるアソファンの皆様とうとう村上六さんの準メンバーということ で、 そうです、ね、あの私はエアプールに所属してエアプール の、 あのタイムキーパーというーー、ね、メンバーになっているので、だいぶ長続きしに合うので、時間取りもあるようにあっております。あ、で、河野さん今日来てましたけど、あ、今日は動画撮ってるんですか。次のライブいつですか。これは8月5日5日、はい、キムスですか。いや、違います。オリエンタルフォース、オリエンタルフォース、オリエンタルフォース、あ、そう、オリエンタルフォースで8月5日。ああ、次18に一緒です。そうなんです、うん、どこですか。サンコース、オリエンタルフォース、オリエンタルフォース、またオリエンタルフォース、オリエンタルフォース、暑いですね。暑いね。サンコースってバンドもやってますので、ね、ちょっとオリラブを選ぶ、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 選べるようになってきちゃった。そうだね、ドラムセットだね。あ、そう、ドラムセット自体をある、持ち込みない。なんか持ち込みでやってましたね、この前行った時に持ち込みでドラムセットを。基本的にあそこに場所的にそのドラムの音量をカバーできんっていうのが、まあ、前のフォースフロア時代からギリギリ生音でもやばい、うん、サイズ的にちょっとお客さん5人くらいで、そうそうそう、パンパンになるからでしょ、出演者。何でも、まあ、オリエンタルフォース、オリエンタルラブがやってるライブハウス、ライブバーですね。ライブバー、今高円寺で一番熱いスポットなんで、よろしくお願いします。必死ですよ今、白髪になってね。もう彼はやっぱりオリエンタルっていうぐらいなんで、まあ、民族的な音楽、土着的な音楽を求めてるんで、だからオリエンタルフォース。そうなんです、そうなんです。トイレにね、ツボルミンが置いてあります。そこでこうノイズを出す、うん、ああ、でもアスフォールぐらいの間は今のノイズの流れからちょっと違うよね。そ
そうね、ノイズから離れていって、まあ、初めから違うよね、なんか変な人たちだね、初めから、うん、でノイズをやりたかったわけじゃなくて、うん、やったらノイズしか出なかった、ね、そうそうそう、まあ、エアプールがそうだったから、ね、そうしかできないですよ、でもノイズができないからね、ノイズがうまくできない、ノリオさんがそのドラムに行ったってどういう、あ、それはね、あの矢塚さんが入ってきてノイズで2人やってたんだけど、なんか音は被るからなんか潰し合うともったいないんで、でちょっとドラムを頑張ってみようかな、ドラムちょっとかじったりやめたりってしてたんで、もう何気にツーバスのペダル使ってるから、あ、それはね、下手をごまかすためなんです、なんか今日やりやすかったっすよ、なんか、あ、そうですか、はい、やっぱリズムあると結構違うもん、あ、でもリズム叩いてるわけじゃない、リズム叩けないですよ、リズムになってない、でもこれあれじゃないですか、なんか音が詰まってるからそれっぽく聞こえてるだけで、そのぐらいが一番その回でいいんですよ、やっぱり、ね、作り込まれて完成されたガツガツでそうやっちゃうとやっぱ昨日ね、なんかあの松山さんの指令とかをやってたんだけど、レベルが高すぎて、うん、うん、それはね、うん、あのやっぱり、うん、ね、もう商業的な音楽とか、ね、うん、ね、うん、お客さんを集めたり、これで飯食っていきたいとか、うん、そうじゃないよ、そうじゃないよね、これがやりたいって出してるだけだから、そう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 、お客さんが0だろうが100だろうが変わんないですよ、うんうん、そうなんだよね、大事なこと言ってますね、うんうん、100入ったらね、うん、ちゃ高揚するけど、うん、でもやっぱいつもと同じことやる、うん、そうそう、それしかないからね、うんうん、だからあのまあ、お客さんいるところではこうやって乗るけど、うん、まあ乗らなくてもいいんじゃない、サービスはするけどね、うん、僕らは変わりますよ、変わる、あるじゃん、ノイズでは、そうそう、向いても同じことを淡々とやり続けるし、そうそう、うん、中でもね、やっぱりちゃんと見てる人にはちょっと変わってきたなと分かるようになってね、進化してる、進化してるよね、はさみには分かんないけど、そうそうそう、いや、実は違うんですよね、それはすごく今回のなんかね、天笠でも、天笠だよね、天笠、あれが一番意味が分かんない、意味分かんないよね、あれはね、天笠ライブ、何、傘持ってあれは日傘に使ってるんですけど、なんかライブに入れたらどうだろうかみたいな、天笠、トトロさん、トトロ、天笠じゃないよ、そうだ、してうーん、トトロじゃん、あれはね、バステージ待ってる、トトロ、あれはみんなバンガサに変えますから、あ、バンガサやばいでしょ、バンガサやったら、あのね、あれ、猿之助のところの、あの使ってやってください、市川、そう、猿之助のところでね、あの、入った猿之助やっちゃうことあるじゃん、お父さんもお母さんも、どっちも北条だ、死んだの、お父さんもお母さんも、お母さんが初め自殺幇助だったけど、お父さんも自殺幇助で結局逮捕され、うんうんうん、再逮捕されたんで、うん、これもう帰ってこない、一回死んでるじゃん、連合だからね、でもあれ本当にあの歌舞伎の日本のずっとあの伝統芸能的なの真面目にやってて、しかも本人 LGBT 的なあれ、でも猿之助は結局色気出して、うん、それが次の日になりますよって言ったから、あの家族会議が始まって、うん、じゃあみんなでってことで、ね、でも天皇とかも同じような感じやな、まあでもあそこはちょっと違う濃すぎて危ない、これ危ないね、あんま違う濃いと危険値が出たりする可能性が、やばいからね、まあだから今はねその辺は、うんうん、新しい、ただちょっとね、あのアメリカ行ったあの夫婦おったやん、ああ、過去さんもやって、そうそう、ちょっとあそこがちょっとギクシャクしてるよね、うんうん、あと天皇家でもあの過去じゃない、うん、妹かな、うん、今別居中でしょ、そうそう、うん、それのためにあの一軒家のあるコツがあったからちょっとねガタガタ来てて、ね、うんうん、っていう話は僕らがしても意味がどんどんないな、ないけど、まあ、気になるところだよねみたいな、あの、ですね、あのザジさんはライブのペースが緩んでるんで、うん、あ、月1になったんですよね、月1になったね、少なくなりましたね、一時期相当出てましたよね、スタジオにこもる方法、ああ、ブロックチンとはやった絶対やらないっていうね、なんでなんでなんでやればいいじゃん、だって相当やったもんね、一緒にね、駐車場の場所を取り合う、月2とか月3でブロックチン、ブロックチン、ブロックチン、またかブロックチンおるやんってなったら、そんなビッグのことなんでやって、いやブロックチンやらないでも、ちょっと準メンバーさん自己紹介してください、村上陽樹と申します、まあ、ボイスノイズとか、あとフォークの仕方とかをやりつつ、うん、フォークは昭和フォークなんで、ね、ガロとか、
ああいう感じの UK のお好きな人どっちかというと URC とかあっちの方だったりとかで、横にいるのがコモさんです。コモさんの方が自己紹介必要なんじゃないですか。逆に逆に自己紹介ベースしますね。ベース聞いてくれるんだ。即興ノイズキャラ結構有名なコモさん。よかったよ。ちょっとすごいすごい。今ってなんかバンドとかってないですか。今ね、バンドで今準備してる人してます。何個してます。結構なんかあの終着駅とか終着駅とかやってるゲストで出てる。そうだ、ね、待ってますよ、終着駅。あ、そう、出る、出るの。そうそう、出るの。ああ、出ますよ。おお、うん、どうなることやら、どうなることやら。ちなみに終着駅は肺がんの別に、あのボーカルの2人が別にやってるっていうと、です、です、です、うん、なすなす。あ、今度うちへも、今度うちへもベース、あの、スケジュールを取って、あ、なるほど、はい、出れるのと帰るので、はい、出ました。よろしくお願いします。あ、でもなんかいいんじゃないですか。最近ベースなんだよね。もともと俺最初見たのギターでしたみたいな。本当だけど、ちょっと今いろいろ事情があってベース。まあね、うん、まあこんなね、このノイズ界隈の人たち中でもあのもっともっと。アンダーグラウンドぐらいのね、絶対地上には出れない人たちはどアンダーグラウンドです、はい、とか言いつつ商業系ポップをやってるやり始めた私みたいな、うん、それはそれでまた面白いね、あの行き場のない僕らが行き場を求めて頑張って。そうそう、行き場所ないもんね。お金ないね。せめてコロナ期間中は行き場所はいくらでもあるんだけど、もう国がオッケーになった時代にね、一切オファーしてろ、ゼロ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 、ね、これがライブハウスの現状です。なんで金がないやつはライブができない。基本的にもジレンマなんですよ、うん、ノイズって別に金にならないっていう前提でやってるんだけど、だって肺の経費でさ超えてないんだからね、うん、で、あの、うん、人入れないとできないっていうのがシステム的にそうなっちゃってるから、うん、結構ジレンマなんですよ、うんうん、うん、ここで動画撮ってます。ゲスト登場です。ゲスト登場。内藤明。明。あ、内藤さん入る。こっちこっち。こっちこっちこっち。今日の念のです。はい、内藤明さんです。内藤明さん。はじめまして、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ルローのギタリストです。もともとはメタル。いや、今もメタルです。メタルやってんのにノイズのツアーに参加みたいな。で、多分年末ぐらいには あれですね、僕のバンドのギタリストとして見れると思います、うん、あ、おお、そうかそうか、うん、いや、大期待。いろいろ知らないところで話が進みます。話ですね。9月22日大阪ゼロゲージデビューします。デビューです。はい、22日ゼロゲージ出ますんでよろしくお願いします。これ小泉のレコハスツアーのアクトで出ますんでよろしくお願いします。ザリさんにお誘いいただいて、あの大阪ツアー、ね、9月で行きますんで、うん、自分さっき聞きました。で、決定しました。あとチープシックソニックってまたやりだしちゃうんですけど、まずそっちの方もね、動かそうってね、でね、チープシックとエアプールが動き出したから、ね、エアプールはもう滅びます。センシブルさんがギターを弾きます、はい、レスボールを弾きます。ギター弾く。あ、昔は弾いてたね。あの、まあギターも弾けないんですけどね、弾いたふりをしてたのね。弾いたふりをしてた。ドラムを弾いた、叩いたふりをしてたんですけど、うん、感じで、今日も終わりました。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。そろそろ終電の人はやばい。あ、バス来た、バス来た。終電タイミングバッチリ、乗る人乗って、そこで誰も乗らないもんで、これが昭和です。終電関係なく飲みたい時は飲む、楽しめる時は楽しむ。大体やっぱ昭和だよね。昭和、昭和、昭和、わかるわかる。
今日100点回せやな。そう、明日知らん。ゼロパーセント今100%、終電なかったら終電まで待ったらいいなって、ね、週末も待とう。でも本当なんか天ヶ瀬でも行き当たりばったりで、あの天ヶ瀬使いやしたんですけど、あのただ食べて買っただけなんですけど、これ使えるじゃんみたいな感じ。何人かいるからね、天ヶ瀬使いは。あ、いるんだ。アイドル界隈でもいるし、アイドル界隈、うん、アイドルになれんかくて、自分でやられてる人が使う人が多いから。あ、そうなんだ。そうそう、うん、だから緑じゃなくてやっぱ黒になってバンガサの次は竹で紡いでるんですね。だったらまた変わるね。再来週、ひそみですよ。あ、ひそみ、お、はい、みんな大好きですね。いや、大好きはちょっと語弊があるかな。大好きには語弊があるかと思う。まあでも音もいいし、ね、見た感じ映像もいいし、うん、ただ高い。ああ。高いね。はい、まあその辺はね、事情的にか、個人個人個人のあれでね。ライブハウス事情。いや、あのちょっと商業にこれから走るんだですよ。はい。あ、でもね、うん、ライブハウスを残そうと思ったらああいうやり方も大事。そうん。実験場としてはいいんですよ。でもね、うん、まああそこで、うん、唯一のいいところは合わない人絶対。絶対やっとこう、やれない人とやらせてくれないみたいなね、うん、組み合わせがすごいってね、うん、そこからの出会いの広がりっていうのがあって、うん、そのまま強みはあるけれども、うん、てかまああの辺しか出ない人っているじゃないですか。いる。だからそこに会えるっていうのはまあ確かに、うん、でもね、まあまあ西山さんが言っとったけど、要はライブやったことがないけど音とか作ってたりとか、うん、いろいろやってる人たちを俺は引っ張り上げてるっていうところ、うん、ああレコーディング中とか、うん、裏返せば、うん、バンバンライブやってる人が一回やったら見えてた、うん、あ、こんなんだもういい、うん、仕事も止まったしね。ライブをどうやったらライブ出れるのかなって言った人はやっぱ集まってくる、うんうん、もう相談しに来てた人いてるね。あ、そう、オリエンタルブースでしますよ。あ、そう、うん、うん、売れます。こういうのは話せないノーズをやりたいんですけど、ノーズお悩み相談って言ってた。ロクセ映ってるの？ん、落ちてるんですよ。うん、ノイズお悩み相談、ノイズなんですよ。お悩みはクソもないでしょ。やればいいんだよって。やればいいんだよ。あんなアンプシールド繋いでスイッチ入れて振り手にしたらお金ノイズでしょ。30分こうやってやっててもいいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。一番敷居が低いんですよ。ただでもちゃんとしたバンドも始めました。ああ、ちょっとプロフェッショナルノイズみたいなのが多すぎて、そうなんです、ね、それと作って作って、ね、練習して練習して音出してって、パッケージングされちゃったノイズが多すぎて、うん、あ、でもさっき思ったんですよ、売れるノイズっているじゃないですか。売れるノイズとあれの何が違うのかっていうのは、ね、うん、その作品の話じゃなくて文脈の話なんですよね、多分あれ。だからね、そう、その、あと雰囲気、そうそう、雰囲気がおしゃれだったので、うん、だからその時その場でパッとね、なんかうまくいったら行っちゃうし、みたいな。だから結構やってる方のレベルとしては変わんない、うん、そんなに違わない、そんなに変わんないですよ、うん、変わんない、よくあるんですよ。近いのがすごい、あっという間に行けます。今アンダーグラウンドシーンすごい暑いです。まあね、面白いことがいっぱい起きてる、起きてる、起きてる、めくめくためだね。ふらっと遊びに行くとこういうのもあるんだ。うん、楽しいですよ。うん、はい、僕ね、こういうのを見たい。ライブに来たら面白いですよ。そう、面白いです。知ってる人が起きて、あ、時間あるなってことが来たら面白くなる、面白くなる、来てみたらいいかと思います。なんか俺毎回行ってるんですけど、ディズニーランドの年間パスポート買うんだったら、ライブハウスもうちょっと来た方が楽しくなりますよ。うん、楽しいね。こういうのもあるんだって、うんうん、新しい発見とかいっぱいある。いっぱいある、いっぱいある。うん、今日もね、即興でね、やることになってね、うん、準メンバーになってくれるとね、うんうん、いや、今日楽しかったですよ。うん、もう本当、あそこさん、ダズさん、ありがとうございます。出させてください。ふらっと遊びに来たって。っていう風に、あのね、ガチッと、私はこれっていうのを出さないところでは、うん、
やるみたいな感じでね、やれるんで、うん、なんかね、その面白みがあるというか、その化学反応みたいなのがね、やっぱ面白いなっていうのがあってね、うん、このね、だから、うん、まあ私があじるあじるみたいな感じで、ね、手をバーってやってくる、まあ、グル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 回してる、いや、なんかもっとあじってもよかった、あじってもよかったか、うん、次回あじりましょう、うん、ダメだ、うんうん、自分の世界もありだけども、うん、いや、ちょっとあ隙間あるよっていうのを見せとかないと、その隙間に入れる、あ、や、やろうか、そう、隙間作ってるからね、きっとね、やっぱり大人が埋める魔術上等みたいな、自分の発見する、成長するし、そうそうそう、面白いよね。というわけで、次回参加はいつですか。あ、多分アンチノック、アンチノックは参加してくれる、まあ、あとはあのタイミング合えばね、タイミング、うん、あ、まあ、アンチの時は髪バリバリ立ててくって言ってたどうやって立てるの、俺もやるね、スパイって言ってねえよもう X とか目じゃないよ、目じゃない、目じゃない、もうせいで上がるなりくれないバンドじゃ食えない、ね、うん、次回のロキ君の髪型とメイクに期待、カーパンツで来るらしい。カーパン持ってんだよね。持ってんだよ。危ない。日がたりでカーパン。8月にカーパンで暑いじゃん。日がたりの日にカーパンに上半身裸で日がたぶったら電車代がない。おお、このアホが。電車賃がないって大暴落で飲みすぎちゃって。なんで、ね、今日も皆さんありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、いや、まあ、うん、終電は近くなってきてるし、適当に帰りましょう、はい、じゃあ、お疲れ様でした、また会う日まで、また会う日までですけどね、ほっといたらね、ほっといても会うからね、まあ、僕には人目では会えません人目で来るか、はい、じゃあ一回閉じますね、お疲れ様です、はい、いや